オルフィスムとは、キュビスムの影響を受けた、フランスにおける絵画の一傾向の故障。その傾向は、ピカソとジョルジュ・ブラックのキュビスム作品における、抽象化をより推し進め、一方で、二人の作品では失われた色彩を自由に使った、華麗な作品となっている。ロベール・ドローネ作、サイモルテイニアス・ウィンドウズ・オン・ザ・シティ1912年、ハンブルク美術館所蔵具体的な画家としては、 諸説あるもののなどが挙げられる。シンクロミズムに属する画家を含める考え方もある。この呼び名は、1912年、ピュートーグループの一部の作家の作品等を指して、業務アポリネールが呼んだことに始まる。オルフィスムという言葉の由来は、ギリシャ神話のオルフェウスにあり、アポリネールは、この傾向に属する作品の色彩の豊かさを、音楽に託して比喩的に示そうとしたと言われる。 オルフィズムの終わりは1914年頃とされている。オルフィズムについては、作家、または作品に必ずしも共通性がなく、ジャンル分けとしてあまり意味や必要がないのではないかという批判も強く、キュビズムに解消してしまう論者もいる。ありがとうございます。